皆さんこんにちは、えー、聖パル修道会の山内神父です、えー、カトリック入門の第110回で今日は長井隆先生ま長、あ、井隆博士のことについてお話をしたいと思います長井隆博士の著作にはこの子を残してとか長崎の鐘ロザリオの鎖 旅行動随筆いろんな作品がありまはまそのほとんどはサンパールから発行しておりますけれどもこの永井隆博士の生涯をちょっと振り返ってみると彼がいかにこう思いやりを持ってまた平和のために本当に働いたかそれがよくわかると思います。 長井隆は1908年2月3日松江市の田野病院で生まれます4年時代はお父さんが開業していた島根県飯市郡飯市村現在では雲南市の水戸屋というところで過ごし小学校をそこで過ごしました 一昨年私もこの雲南市にある永井隆の記念館にいたことがあるんですけれども、まあその館長をなさっている藤原先生という方と一緒にいろんな話を聞く機会がありました。まあその中でとても印象的だったのは、永井隆のお父さんももちろんお医者さんをしてたんですけれども、まあこの三戸屋のところに。 移ってきて、えー、そこで本当にこう貧しい人たちのためにも、えー、お世話をなさったそんな話を聞いたことがあります貧しい人でお金が払えないそういう人のためにもまあ、後でいいからということで、えー、診断したりとか診療したりとかそういうことをなさったそうですまあ、そういう意味でも隣人に対する愛というのは 長井隆はこのお父さんから学んだのかもしれません。長井隆はこの小学校を卒業していきますけれども、この乙市郡長賞というのを受けていきます。とても優秀な成績だったと言われます。千九百二十年の四月に県立松江中学校に入学し。 5年 A 組の組長となったりしますしまた後期基調を命じられて、えー、後の昭和天皇を迎えた時にはそういう責まあそれだけ若い時から多くの人から信頼を受けた人かもしれません。 1925年に中学校を卒業しその後松江高等学校に入ります理科を専攻し1928年この高等学校を卒業していきました皇太子殿下下氏金賞を受けるほど優秀な成績だったと言われますまあ彼の成績では東京の大国立大学も 合格しそうな成績だったそうですけれどもあえて長崎の医科大学を選んでいきました1928年の4月に長崎医科大学に入学し、まあ、そこではバスケット部のを作ったりして時には上海の人たちと交流試合をしたそういうエピソードも残っています。 スポーツが非常に抜群で体力もがっちりしていて、えー、周りからはこう西郷隆盛のようなそういうがっちりとした人として、えー、人気のあった人だそうです。1932年の3月、えー、長崎医科大学を卒業していくんですけれども、えー、中耳元のために それまで専攻していた内科のお医者さんを断念して放射線医学を専攻し引き続き長崎医科大学の物理療法科の助手として働いていきますそこで研究を続けていきました1932年の8月に 徴兵検査を受け講習合格しその翌年の2月には、えー、陸軍軍医候補生として広島歩兵第11連隊隊に入隊いたしますまあその翌年の5月短期軍医として満州事変に従軍したこともあるしまあこの間慰問袋に入っていたあ カトリックの公共料理の本を読んでそこでキリスト教のことを知っていきますまあ軍医として働いていくんですけれどもとてもこう活発な人で、えー、本当にこう報酬を求めずにいろんなところで活躍したと言われます1934年に帰還してそして 物理療法科に復職しこの年の6月に浦上天主堂でカトリックの洗礼を受けていきます洗礼名はパウロとその洗礼名を頂い,いていきましたこの年の8月にマリア森山みどりさんと結婚していきます1935年の2月 急性咽喉炎のため両方としてタンパク剤を注射するんですけれどもその結果アナフィラ状態を引き起こしてしまい肺水腫となり一時危篤の状態になってしまいます、まあ、その後遺症として喘息がずっと持病になったと言われます、まあ、そういった病気にもかかわらず 彼は多くの人たちのために献身的に働くそういう人でした1937年の2月長崎大の講師となりまた予備役のためまま陸軍軍医中尉となって働いていきます1937年に日中事変のため広島歩兵第11連隊に入隊し そして第五師団衛生兵隊に入編入しそしてまた衛生隊の委長となっていきます8月6日宇品湖から出発,出発して中国大陸で72回の戦闘に従軍したと言われますがむしゃらにそしてまた一生懸命に働く人とだったと言われます まあ1940年南ラから文字港に戻ってきてそして連帯司令部に着任しそして2月26日に招集が解除されていきました1940年その年の4月に長崎大の助教授になり物理療法学科部長に就任していきます そして1944年の4月医学博士の学位を取得していくんですけれどもその時の論文は胆石の微細構造ということについて研究しまた発表したようです1945年の6月内科で診断を受け慢性骨髄性白血病 と診断されていきます。白血球まあ、白血球は平常値だと7000ですけれども、それが10万8000ぐらい。また赤血球も平常値は500万ですけれども、それが300万と非常に少ない状況でした。まあ、本当にこう病を抱えたあ生活だったと言えるでしょう。 そうした中8月9日に原子爆弾が長崎に投下されますまあ、この大学病院の2階の物理療法科の部長室で被爆していくんですけれども彼自身右側頭部の動脈を切断していきますまあ、応急手当を受けて彼は負傷している人たちの救護に当たっていきました 自分自身被爆しているにもかかわらず他の人のためにこう何か助けようとするそういう思いやりの心臨時愛の心を本当に深く持っていた人と言えるでしょう。まあその日の夕方は昏睡状態に陥っていきますけれどもやがて回復していきました。1946年の1月に教授に昇進していきます。 そして7月には白血病が悪化してしまって浦上駅のところで倒れたと言われますまあ、そうした中8月に長崎の鐘を発表しまた12月には自宅で療養と執筆の生活に入っていきます1948年の1月滅びるものを発表しこの年の3月に 自宅の思いから、えー、女子堂に移っていきました3月にはロザリオの鎖そしてまた4月には滅びるものをという作品を発表していきます約4年間こう病のところに伏していたんですけれども全部で17冊ほどの本を書いたと言われます まあ、だんだんこう晩年の方には口述筆記で、えー、書いたそうなんですけれども、まあ、本当にそれでも一生懸命働くそしてまたあ平和のために尽力しようとする思いが永井隆史の中には見えてくるものです。1949年の1月長崎の鐘が英語ドイツ語韓国語 ベルギー語などに翻訳されていきますそしてその年の12月長崎市から名誉市民の称号を送られていきましたその2年後の1951年の4月に乙女峠を発表していきます、まあ、この年の1951年の5月1日午後9時50分に えー、亡くなっていきました43歳という若さでしたその2日後の5月3日に浦上天主堂で教会葬が行われまた5月14日には長崎市民葬が行われます長崎市民の約2万人の方々がこの葬儀に参列したと言われます 永田隆は本当にこう生涯43年という割と短い生涯でしたけれども精一杯自分を与え尽くす本当に臨時愛に尽くした人であると言えるしまた惜しみなく愛を与えていくそういう人だったと言えるでしょう。今日は永井隆のことについてお話をさせていただきました。 最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いできることを楽しみにしております